そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。はい、ということで今日も皆さん来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のテーマは目です。目を輝かせる5つの方法を紹介したいと思います。はあ、なんかいいね。実はね、今日から見てこれ、今日から手話の SM5% を使っています。前回ね、前回か一つ二つか前かちょっと忘れましたけど、動画で SM5% とベータの 5% で比べたんですよ。検証動画やったんですけど、その中でやっぱ SM5% の方が僕の声に合うなと思って、だから今日はこの SM5% でやっていきたいなと思ってます。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。閉めますね、閉めますね。チーンってなったらな、チーンってなったらうるさいからな。はい、閉めました。じゃあ早速テーマに入っていきたいんですけども、世の中には目が輝いている人と目が死んでいる人、2種類の人間がいると思うんですよ、ね、で目が輝いている人っていうのはなんかオーラがあって、言葉に力があって、自然にね、人がね集まっている状態なんですね。目が輝いている人は、でどうですか、僕輝いてませんか。そう、最近思うのは、僕もずっとね目を輝かせるってめっちゃ憧れてたんですけど、最近ずっとね YouTube で自分の動画を見てたら、結構僕も目が輝いてきてるんじゃないかなって、まあ、自分で言うのは何なんですけどって思っていて、なので、でもね僕が20代の頃、いわゆるサラリーマン時代の時は目がね死んでたんですよ。よく言われてましたよ。岡崎なんか疲れてるな、なんか岡崎老けたな、お前目死んでるでって、もうほんまに言われてたんですよ。で今はちょっと目が輝いてるじゃないですか輝いてるってことにしといてくださいね。なんで目が死んでいたおかっちが目が輝いてるおかっちになった、そのためにはどんなことをやったのかっていうこと、どんなことが大事なのかっていうことを僕の完全主観で紹介したいと思います。5つね、5つ紹介します。はい、まず一つ目、あ、これ大事ですね。まず一つ目、健康である、ですよね。そうそう、心と体はつながっているんで、心と体つながっているから、体がね、なんか膝が痛いとか、なんか腰が痛いっていう状態やったらね、やっぱ心も元気がなくなって、目の輝きもね、なくなっていくんですよね。目の輝きなくなっていくんですよ。寝不足やったらなんかこう、こんな感じじゃないですか。でね、肩が痛かったらなんかこんな感じじゃないですか。ね。でなんかね、お腹空いてたらこんな感じじゃないですか。なのでまず体を健康な状態にするということですね。眠たかったらちゃんと寝る。そう、寝不足がやっぱね一番ね、目に影響するんで、 目の周りに影響するんで、しっかり睡眠をとって、まずは健康な状態を作るということ、これが第一です。第一で2つ目、目を輝かせる方法、2つ目は、はい、迷いがないということ。迷ってないんですよ。迷いがない、不安がない、心配がないんですよ。自分が決めたっていうふうに決めたら、自分が選んで自分で決めたら、もうそこに対しても迷いがなく進むんですよね。はい、で迷いがないから目がね一点に集中してるんですよ。で迷いがある人っていうのは、あ、こうかな、いやでもこうかな、ああなったらどうしようってね、目がね泳ぐんですよ。目が泳いでね、目がねなんかこう疲れてくるんですよね。そう、だから目が輝いてる人っていうのは迷いがない、自分で決める、そう、自分で決めるんですよ。自分で選んで自分で決めたから迷いがない。でそこで何が起きようが、いい結果が出ようが悪い結果が出ようが、自分が責任を取るっていうふうにもう決めてるからどうなっても大丈夫、迷いがないんですよ。3つ目、はい、3つ目は、あ、これめちゃくちゃ大事ですね。好きなことをやっている、これですよね。だってね、子供だって好きなことやってる子供ってめちゃめちゃ目輝いてるでしょ、ね、ゲームしてる時もそうやし、おもちゃで遊んでる時もそうやし、大好きなバスケットボール練習してる時もそう。自分が大好きなことやってる時って目がね輝くんですよ。でおかっちもそうです。今 YouTube、 これ自分が大好きなことを、自分が大事だと思うことをど発信しているね、輝いてるでしょ。自分が好きなことをやってる時って目は輝くんですよ。夢中になってる時目は輝くんですよ。それしか見えない、集中してる時、没頭してる時、人間の目は輝くんですよ。はい、
だから大好きなことをやるということ、これが大事なんで、自分が今日常でやっていることをね、何が大事で何がいらないのか、何が大切で何を手放していいのかっていうのをちゃんとね、まあ、おかちは3ヶ月ごとにやってるんですけど、3ヶ月ごとにこう振り分けていく。でやらないことリストっていうのを作って、やらないことはもうやらない、で大好きなことにできるだけ多くの時間を使えるようにするということ、これはねめちゃくちゃ大事だと思います。はい、ちょっとね水休憩しますね。ね、5分ぐらい話したらやっぱね喉乾いてくるんでね、ちょっと水休憩ね、蓋ちょっと次から開けておきましょう。あ、美味しいな。はい、ということで、あ、これ3つ今のところ話しましたね。健康である、迷いがない、そして好きなことをやっている。じゃああと2つです。目を輝かせる5つの方法、第4。あー、これね、全力で行動しているということ、その人のベスト、その人の 100% を今この瞬間に投入しているということですね。もう没頭、没入状態、夢中状態ですよね。その人の全力をやってる時、その時ってやっぱ輝いてますよね。ね、どんな失敗をしても立ち上がって、どんな問題があってもそれを乗り越えてやるんだっていう、その意志というか、その雰囲気というか、そのオーラっていうのは目に宿るんですよ。だから自分の全力をやること、全力でやること、全力でやってる人にはたとえ不器用であっても失敗してても周りの人が応援してくれんねん。そうなんだって、目が輝いてるから自然に人集まってくんねん。全力でやる、そうすれば目が輝く、目が輝けば周りの人がみんな応援してくれて力を貸してくれるということです。はい、 Do the best, do your best、 あなたのベストを尽くそう、これはめちゃくちゃ大事やなと思います。はい、そして5つ目、5つ目、本音で生きているということです。自分の本音です。嘘じゃないです。自分がやりたいことを、自分の欲求欲望っていうのをマスクしたり抑え込んだりするんじゃなくて、もうそのまんま自分の本音、何がやりたいんだろうっていうことを従って欲求を解放して解き放って行動している。自分の本音のまま言いたいことを言う、やりたいことはやりたくない、断る、ね、周りのことは気にしない、嫌われることを恐れない、自分がやりたいことをやっている人、そういう本音で生きている人、あるがままの自分を表現している人、魅力的ですよね。目が輝いてるんですよ、そういう人はね。さあ、これめちゃくちゃ大事なんですよ。でもね、社会に入ったらどうしても周りのことを気にしてしまったり、やっぱビジネスをやってたらお客さんのニーズを聞いたり、お客さんの期待に応えないといけない、そういう部分があるんで、どうしても自分の本音とかやりたいことっていうのが抑圧、抑えられたりするんですよね。はい、でもね、まあそういうことあるんですよ、僕もそうだった。でも休みの日とかね、休みの日とかで今一生懸命走ることは大事、ノルマを達成することも大事、大事なんですけど、ちょっと休みの時、休日はね、本当に自分がやりたいことは何なんだろうとかね、ね、自分が本当に今自分の気分を良くするためにはどうしたらいいんだろうとかね、こう今の自分の気分、この瞬間瞬間の気分の声をちゃんと聞いてあげるね。これ気分を抑えるんじゃなくて、自分の気分を良くするにはどうしたらいいんだろうっていうこと、そういうことを考えて、そういう自分の気分を良くすることを一つ一つ実現していったら、自分の本音がね、ちょっとずつね、こう解放されていくんですよ。自分の気分を良くする、喉が渇いた、お茶を飲む、ちょっと疲れた、休む、温泉に行きたい、ちょっと温泉に行くっていうね、ちっちゃな望みでいいです。その望みを叶えて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 いったら、あ、自分っていうのは望みを叶えられる人間なんだ、自分の気分を良くしてもいいんだってなって、どんどんご機嫌になっていって、どんどん新しいやりたいことっていうのが降ってくるんですよね。で、降ってくるっていうことをちゃんとちゃんと全力で行動していったら、能力がつく、そしてスキルが身につく、そしてそれで達成していったら自信が身につくんですよ。そうするとね、どんどんこう目が輝いていく、そういうことなんです。5つ目は本音で生きるということでございました。はい、ということでね、ちょっと復習しましょう。今日は目を輝かせる5つの方法っていうのを紹介しました。人の目が輝けば、その人の魅力が倍増し、どんどん人が集まってくるし、自分の言葉にも力が出てくるということですね。はい、まず1つは健康であるということ。心と体はつながってるから、まず自分の健康状態を良くしようということ、これが1つ目ですね。2つ目、迷いがない、自分で選んで自分で決める、そして決めたことはもう前を見て進むということ。そうすることで目がまっすぐ、目の輝きがね、パ
パーンって出てくるんで。そして3つ目何やったかな、3つ目は、はい、好きなことをやっている。そう、自分が何が好きで何が嫌いなのかちゃんと自分にアクセスして、自分の本音にアクセスして、好きなことをできる時間を確保していきましょう。で、どんどん好きなことをやっていきましょう。そういうことです。で、4つ目それは全力でやるということ。今自分が向き合っていること、自分のベストを尽くす、結果がどうとか関係ない、自分の 100% を尽くす。そうすれば周りの人が応援してくれるから、自分ができないことでも周りの人が力を貸してくれる。そして目がパンって輝くからね。そして5つ目、それは本音で生きるということ。社会の常識とか周りの目とか気にしない、自分の心の声にしっかりアクセスして、自分の気分を良くするということを毎日やっていく、こういうことなんです。自分の気分を良くすること以上に大事なことはない。自分の気分を良くしていったら自分の本音がパンって解放されてくるからね。はい、そうするとね、目の輝きが、ね、取り戻してくるからね、取り戻せてくるからね。はい、ということで今日はね、死んだ目から、目が輝いた目になるための5つの方法みたいなのを紹介させていただきました。こんな感じでね、このチャンネルでは、自分の人生を生きるための力、そんな力を提供できる、そんなチャンネルをにしていきたいなと思っております。で、これブチって切る前によかったらいいねボタンを押してくれたら幸いです。そしてチャンネル登録もお忘れなく。はい、ということで皆様、今日もありがとうございました。素敵な一日を。 See you! さよなら。ふう、マイクめっちゃいい。